邪魔するぞ。失礼します。キラパワさん、どうも。どうも、三重無職です。今回の任務は知り合いの家にできた蜂の巣駆除だ。ちゃんとしてる。歴戦のもう10回以上使ってます。1個10万ぐらいする。あ、5万とかするんですよ。バカー、チームが高えじゃねえか。来ます、来てもいいですけど。やめとくか。やめときますか。怖い時はやばいっすよ。オオスズメバチの針なんて1センチ近くあるんで。まあ俺の敵じゃないかな。まあそうっすね。リバ壁。あ、小型スズメバチの巣だ。これがね、スズメバチの巣なんですけど、これね、特徴的なとっくり型、逆さどっくりの形をしてますけども、これ小型スズメバチっていう巣の、初期層の特徴的な形ですね。小型スズメバチっていうのは、庭のね、木とかの間に結構巣を作っちゃうことで有名で、おとなしい蜂なんですけれども、刺激するとね、割と刺してくる方の、蜂です。毒性は、それなりに強いんですけれども、温厚な蜂なので、庭木をね、巣を作ってることを知らないで庭木を切ってしまったりしない限りはほぼ刺してくることはありません。で、このとっくり型の形をしているうちはほぼ女王が1匹で単独で営巣しているので、女王ごと取ってしまえば安全に、撤去することができます。刺激すれば出てくるはずなんで、いれば、はい、とりあえず取っちゃうのが早いかもしれないですね。早速駆逐していきますか。じゃあやりますか。リバ壁。壁さんとおそろでございます。その女王を取ったらどうするんだ。その女王を取ったら家で飼育ですね。なるほど。昆虫ゼリーで飼えるんで。マジか。随分と簡単なんだな。随分と簡単なんですよ。でね、握り込んだりしない限りは刺してこないんで、手に乗せてこうやって埋めてハンドリングするんだから。ハンドリングしますよ。スズメバチのハンドリングは危ないので絶対やめてくださいね。了解した。危ないんで、いる時といない時は結構あるんですよね。どうなんだろうな。昼は大体出てるよ。そうですね。夜はなんか帰ってきて、夕方に帰ってくるイメージですよね。行って行って行って。みかんの木か。グレープフルーツか。グレープフルーツの木いてえな。ちょっと刺激してみて、いるかいないかだけでも判断したいですけどね。女王がいれば出てくるんですけれども、女王っていうのは基本的に自分の命を優先するので、ワーカーに比べてね、攻撃性が非常に低いんですよ。だから女王がいてもツンツンして出てきても、ね、逃げるだけで刺してくることはほぼないとは思うんですけれども、ただね、昼間の間結構出てるので、狩りに出かけたり樹液を舐めたりしてるので、ちょっといるかどうか怪しいですね。ちょっと見てみたいと思います。袋をかぶせて中に女王がいるかどうか確認してみたいと思います。多分いないと思うんですけど。いないな、この感じ。いないいない。ついに始まったぞ。あっさり終わりそうだな。あ、いる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 。あ、いる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 ぞ。いたいた。あ、女王だ、間違いない。このサイズは女王。おい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 、小型スズメバチの女王ですね。やったやった、いたいた。おとなしいでしょ、女王。あっさりゲットしたぞ。おお、でけえ。これででかいの。でかいっすよ。マジか。じゃあちょっとこれでもう出られないので、小型スズメバチの女王ですね。オスをね、できるだけ傷つけずに取りたいので、いたた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 一瞬で終わっちゃったな。これが小型スズメバチとその巣ですね。もう5分で終わった。見た目はね、オオスズメバチそっくりなんですけど、それをね、半分、4分の1ぐらいに小さくした感じですね。軽いな、随分と。そうなんですよ、紙でできてるんで、ね、おいおい。あ、自分の巣を壊すなって。あ、逃げ込んだ。かわいいですね。内地に帰ってったぞ。壁の外はね、危ないのでね、巨人がいるから。じゃあ一瞬で終わっちゃったな。任務完了。任務完了で、兵長ありがとうございます。兵長の案内のおかげで、私はまたスズメバチの嫁をね、一人もらうことができました。ヒロコ、ありがとうございます。ありがとうございます、兵長。じゃあこれで、持って帰って飼育ケースに設置して、この子は大事に育てたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まさか いてよかったな。いてよかった。確かに出かけてなくてよかった。これで1匹だけなんで、この時期は確実に、出てきた出てきた。
まだ壁外調査するか。中に六角形のがあるんですけど、見えるかな。本当だ。見えたぞ見えたぞ。あ、見えました。すげえすげえ。ああ、すごい。しっかり六角形だ。これがね、構造的に一番強いので、サッカーのゴールの網と同じ形状ですね。サッカーってなんだ。巨人が人間を蹴飛ばした後ばかりです。巣の材料によって結構模様が変わるんで。大体何を使うんですか。公園のベンチとかそういうところのなんか古びた削れそうな古い木ですね。へ、古い木の表面を削って唾液と混ぜてこうぬりぬりしてくるんですよ、ね。素晴らしいな。リバ壁。失礼します。ほら、ここない。おいで。おいでおいでおいで。あ、触っていいですか。失礼するぞ。かわいい。ヘルマありだな。来たー。はい、おいで。すげえ勢いで来た。来た来た来た。うわ、かわいい。うわ。いや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 。めちゃくちゃかわいいじゃねえか。うわ。めちゃくちゃかわいい。トカゲと違ってな。ね、これにすっか。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。今日はご好意に甘えて、紅茶じゃなくてコーヒーをいただきます。では、兵長、はい、ありがとうございました。ありがとうな。また、ね、兵長と一緒に、ね、採集したいと思いますので、よろしくお願いします。兵長、どうですか。いや、こいつ、スズメバチって、なんか、かわいいですよね。よく見るとかわいいな。触りたくはないな。ああ、触ってみます。触さないのこいつ。いや、触しますよ普通に。やばいじゃねえか。こんな感じでちょっと指入れちゃって全然、ね、危ない危ない危ない。あの、おーちゃんさんみたいなことしない。マジで大丈夫。多少出ちゃう出ちゃう。おーごーごー出ちゃう出ちゃう。刺されることより出ることの方が問題なので。いつでも駆逐しに来るから。駆逐じゃないよね。最終飼育。最終。おもろかったな。いや、よかったっすね。リクガメちゃん、カメちゃん可愛かったな。リクガメが可愛かった。リクガメが最高でした。ということで、スズメバチ募集してます。募集してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふるってこちらまで。ご連絡ください。とりあえず取っちゃうのが早いかもしれないですね。はい。まあ、いろいろと必要ならそれをしてもらってから。はい。ゴキブリ用のあれですか。そうです。もうね、飛ばしちゃった。いっぱいいっぱい飼育動画余ってる。そうですか。クラゲとかいっぱい。